ソラン君、最近ですね、また以前蚊に刺されてかさぶただらけになったところ、一回治りかけたんですけど、売り返して結構またハゲてきたんですよ。こんな感じで耳の裏とかね、ほら、またここかさぶたになって、足の付け根もなんかなってる感じがするんだよな。原因はですね、多分これ自分でこうやって後ろ足でこうやって書くんですよ。こうやって書いたんだよな、かゆくて。塗り薬塗っても書くからね、いたちごっこみたいになっちゃうんですよ。で、先生にこの間聞いたら、まあそれとは別なんですけど、のみがもしかしたらいるかもしれないということで、とりあえずシャンプーしてくださいとのことで。そして、飲みだに薬を塗りましょう。ということになりましたので、とりあえず今日はですね、シャンプーをして、飲みだに薬塗って、ここの薬も塗りましょうね。トランク、なんで怒んなってんですか。カイカイしちゃダメじゃん、これ。せっかく、あ、首んとこもほら、すごいな、これ。ちょっと痛そうやね、これ。ね。とりあえずシャンプーしよう。緊張してる？ちょっといつもより体硬いですよ。フランくん、こう。久々のシャンプーです。お、ソランくんどうですか、久々のシャンプー。よし、とりあえず体をね、清潔にしましょう。普段から拭いたりしてるけどね、シャンプーで一掃して。うわ、偉いじゃないか。静かになってて。ちゃんとしよう。あったかいから気持ちいいでしょ、これ。こうなってますかな。気持ちいいでしょ、これ。よし。あ、なんか首の、やっぱ。反対側にもかさぶたがあるな、この首側の。こうなってますね、そらんくん。よし。君、体がちょっとちっちゃめだから、洗うのも洗いやすい。ガリックスのようにちっちゃいぞ。よし、偉いな、フランくん。静かにしてて。まだまだまだ。まだまだ。
よし。まだまだ。感じになった。お、現れてもおこになっとる。ソーランくん、綺麗になったね、これ。おう、待て待て、見てくれ、めちゃめちゃふわふわだぞ。めちゃめちゃふわふわじゃん、ほらこれ、ソーランくん。おお、飲みだに薬つけましょうね。ソーランくんつけてたけどね、飲みだにね。これをつけるとノミとダニが落ちて3日間シャンプーできませんから。それでシャンプーしたからね。 OK。 そしてこのハゲたとこにも薬塗りましょう。見て、ちょいちょいちょいと耳の後ろも塗ろう。これルビーのどこだ？あ、これだ。これひどいな。これもほい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 と痛々しいけど。ここの腕の、あ、これだ。腕のここの裏もハゲてるんですよ、なんか。見てるかな、これ。うわ、これもなんだこりゃ。ここもなんだこりゃ、めちゃめちゃハゲとるやん。てるんだよ。ここもだな。ソラン君はおりん坊ですね。よし、これでだいぶいいんじゃない。これで毛が生えてくることを祈ろう。気配待ちだな。入ってくるといいですね。
ちゃめちゃおこだ。